8月26日開催の格闘技イベント、ブレイキングダウンナインでごぼうの塔、奥野隆に序盤攻勢も反撃の連打で KO 負けを喫した、喧嘩3000勝無敗、所沢の大孫こと久保広美が試合後 YouTube を公開。奥野さんが強くて俺が弱かった、それだけです、と敗北を認めた。写真9枚。 タイソンの序盤の攻めも、ごぼう奥野の反撃で背を向け動かなくなり衝撃の慶応負け。試合は開始早々、タイソンが前に出てパンチを連打、下がる奥野だったが、中盤からリーチのある強烈な奥野の,のパンチが当たり出すと、戦意喪失か、ついに背を向け試合がストップ。そのまま動かなくなり慶応負けが宣告された。とはいえ、序盤はアグレッシブに攻撃し、奥野を下がらせた。 その投資の裏には元兄気分でもある売田純子の一言があったという。今日、俺が試合に出ていくとき、こっそり俺んとこ来て、ひろみ、男見せろよ、パンツって肩を叩いて。頑張れよみたいな、そのエールをね、たった一言だけだけど売田くんが言ってくれたんですよ。なんかちょっとジーンと来ちゃいましたね。すごい感慨深いというか。だからその期待にもね、 そこで俺もなんかスイッチ入ったんですよ。やってやると、と投資がみなぎったと語った。やっぱり俺と彼は絆つったらおかしいけど俺と彼にしかわからない思いっていうのがあるんです。過去のいざこざとかね、いろいろありましたけど彼のあの一言で俺たちの問題っていうのはもうなんかもう清算されたんじゃないかって。まあ俺がね、 その後しっかり試合で結果残せれば一番良かったんですけど、負けちゃったからね。なんか締まりが悪いなって感じですけど、ありがとうございます。弟分として嬉しかったです、と家電に感謝した。タイソンは著書、所沢のタイソン、では家電をネタに誹謗中傷。暴露しており、この本が原因で今回のオーディションで家電とタイソンが乱闘していた。また、タイソンは、何話の喧嘩し アンディ南野への感謝も述べたこれまで南野が SNS で挑発していたためいい印象を持っていなかったというが会場で挨拶して交流が生まれセコンドにもついてくれたというアンディさん見方が180度変わりました俺負けちゃって終わった後も俺の後頭部とかに氷とかずっとこうやって冷やしてくれて冷たい飲み物とか買ってこいとか周囲にって 全然関係ないのに最初から最後までつきっきりで寄り添ってくれたんですよ。アンディ南野さんにも本当に感謝しています、と語った。タイソンは今回のような格闘技試合は最初で最後としていたが、握力 73kg と怪力の持ち主であり、パンチの強さはスパーリングをした晩中村が認めている。鍛え直しリベンジにも挑んでほしいところだ。